スピンナー。このプログラムはイギリス英語の先生ハリー杉山とアメリカ育ちの生徒ジェニーが繰り広げるドタバタにぎやかなイングリッシュレッスン。イギリス英語とアメリカ英語の違いを学びながら真のイングリッシュマスターを目指しましょう。それではレッツスタートザレッスン。スピンナー、スピンナー。UK versus US. UK versus US. Fancy an English battle? Fancy an English battle? Oh, club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Isn't that right, Jenny? Okay, yeah, そうね、そうね、うん、わかんないけど、すげえ。違います、今のね、エド・シーランのリリックですよ。いや、もしかしてと思って、そう、触れていいのかな、うん、でも知ってるっていう自分もおかしいなって。もし、ハリー・ポッターのダンブルドアがエド・シーランを歌ったら、こんなものになるのかなっていうふうに勝手にイメージしてやったんですけども、違う、これ今、ちなみに収録してるのが土曜になってるんですけども、うん、ハリポ終わりでやってるんですよ、この収録を。はい、でハリッポに向けていろんなネタを仕込もうとしてたのね。そしてネットでいろいろ検索したりとかして、ああこういうカバーがあるんだなと思ったら、まさかのジェニーのエド・シーランのあのカバーを見つけちゃって、しんど、そうそう、しんど、あそうだよな、あこんなのもやってるんだな、ウィズ・カリファとかもやってんだなと思って、ジェニー歌うんまと思って、いやそうそうそう、純粋に嬉しい、うん、いいよね、すごいアレンジとかもさ、そこまでガッチリやらずに、結構声をちゃんと聞こえるようなアレンジやってるのがなんか地味に響きました。すいません、うん、でも難しいと思ったのが、うん、やっぱりブリティッシュ・イングリッシュじゃないですか、うんうんうん、なんかその訛りがあるかないかでかっこよさが変わるっていうことに気づいて、うん、あ英語話せるからなんか歌ってかっこよくなるわけではないんだなって、結構反省した歌なんですよ。そう、エド・シーランの方、いやあれ結構私恥ずかしくて聞けないんですよ自分で。あのね、エド・シーランってさ、もともとドラムベースとかフリースタイル結構やってた人だから、うん、だからもう乗るのがめっちゃ難しいね、しかもイギリス英語じゃないと。そうなんですよね、うん、でも俺ジェニーバージョンもジェニーっぽさが出てよかったなと思ったけど。 Thank you。 そうそうそう、 Thank you。 そこまでエコーをかけないところがねリバーブとかそこまでかけないのが、頼りすぎちゃダメかなと思って、すごい素敵だと思ったんです。もう素でね、とても素敵だなと思いましたよ。嬉しい、ありがとうございます。 So Jenny, how are you doing today? Well, I am doing really, really great. Thank you because of you. おかげさまで。 I know. で、But it really took me a long time to get here. Cause like the traffic was so bad. Oh my lord. もう本当に今日ね、渋滞がやばくて。やばかった。高かったんだよ。でも無事間に合ったからいいもん。いいね。いいもん。いいね。Excellent. So you're here safe and sound. Yes. Yes. Safe and sound. Safe and sound. 聞いたことある。ありますありますよ。それはもう無事に安全にとか。そう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 。だから。safe だとしたら、まあ、安全だから分かるけど、 sound がね、そもそも安全に、うん、なんか sound ってそもそも音って意味だし、そうですよね、うん、安全に音って直訳したら意味分からないですもんね。意味がちょっと分からない、はい、だけどこの safe and sound っていうものを合わせると、うん、もう all is good みたいなね、うん、もう猛満体じゃないけど全く問題なく全部大丈夫だよって意味なんですね、うん、safe and sound 無事安全に行けたね。だけど実はこの safe and sound それを別々にするとスラング的に全く安全そして音と違う意味を持つようになってしまうんですよ、イギリス英語では。そう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 、違う意味があるんですか？ Tell me more。 めちゃくちゃスラングでございます。お、来ました。 Today's Fancy English Point。 今回は Safe to Sound、 この2つの単語を使って British Slang のレッスンをしていきましょう。はい、さあ Safe、 安全、無事という意味ですけども、うん、こんな使い方あるんですよね。はい。 Oh, it's Jenny! Right, Jenny? Uh-huh. Safe man?Safe, what? Safe man? Safe man. Safe man. Safe man. 安全男。安全男になっちゃうよね。安全男。どういうこと？そうそうそう。例えば俺がジェニーとなんかどっかでバッタリ会ったりとかするじゃん。はいはい。そしたらバッタリ会って、まあ、昔だったら握手かもしんないけど今だったらさ拳と拳をドーンって当てるいわゆるフィストバンプ的なものやったりとか、ジェニー会う、ジェニー普通のさすごい仲いい友達とバッタリ会ったりとか、はい、まあ、普通に約束あってでもいいんだけど、はい、それ会ったりとかするのはどういうふうに挨拶するの？
Yo, what's up? みたいな感じですね。その時なんかボディーランゲージ的なものなんかあるの？ あります。でもグーパンですね。うん、グーパンだよね。そうそうそう。でもイギリスもそうなんだけど、結構若者たちがグーパンをしながら、うん、そして What's up, man? とか、うん、Safe, man? とか言うんですよ。この Safe, man? っていうのが、Safe っていうのが要するにクールであったりとか、イケてるよねとか、Nice とかそういう意味もあったりとかするの。知らない。だからジェニーがなんかすごい俺がテンション上がることを言ったりとかすごい何でもいいんだけど、はい、そう言ったら Oh man, that's amazing, safe. That's so safe とかそう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 。これ面白いね。アメリカだったら Wow, that's so cool とか That's chill とかなんか言うけど、そういう感じなんですね。そう、俺のあのイギリスの中高の先輩でも、うん、あの中国人の先輩がいたんだけども、はい、中国の名前が言いづらいかったから、うん、僕は結構かっこよかったね、イメージ的に、うん、ちょっと悪なやつで、うん、なのでみんな彼のことを safe って言ってたの。ほら、safe って人の名前になっちゃったのよそう。だから if you agree with something or if you find something really amazing、うん、instead of saying wow wicked とかね、うん、wow that's amazing wow that's fantastic じゃなくて hey that's safe とか、うん、例えばね、うん、Yo, who wants tacos over here? タコス食べたい人、ここに誰かいるかなって言ったら Yes, me, that's safe, man って。うわー、そう、なるほどね。まだ使い方、まだちょっとね、理解に苦しむところがありますね、うん、なんか、それはセーフだねって、一気に間に合ったねっていう捉え方を若干しちゃいます、私は、うん、あー、面白い。でも、でもそうだよね、かっこいいに置き換えればいいだけなんですよね、うん、最近なんか、ジェニーテンション一番上がったこと何？最近テンション上がったのは、うん、この間編集してたんですよ。で、編集大体私1本8時間ぐらいかかるんですけど、 Jesus ButI finished the video in three hours. 3時間以内に終わって、Wow, that's so safe! Mate, that's so safe. よっしゃ That's proper safe っていうね。proper って言うと、まさにとかね。そうですね。マジで safe って。え、それなんで3時間で終わったの？いや、なんかすごい集中力だったんですよね。クオリティも全然下がらなくて、わー、もう自分を褒めまくりましたね。That's so safe って多分言ってるんでしょうね。間違いない、間違いない。その使い方で合ってる。うん。まあでもこれで safe の使い方が分かったでしょ。OK、これで分かったか。うん、excellent, excellent、うん、それ以外には、that's safe とか that's proper safe 以外にも人に対して、うん、she's proper safe とか she's such a safe girl って女の子にそれ言うな。かっこいい女の子ってことですか、そのまま。あと、イケてる、うん、あー、さっきみたいなやつだ、お友達みたいな感じですね。そう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 、まあ、イケてるとか、まあ、うんうん、人に対してもいいし、あの、Your dad's so safe って言うと結構な褒め言葉だよね。ああ、そうですね。お父さんイケてんねってことですもんね。親父マジかっこいいなとかさ。Your dad's so safe、うん、でも誰か友達に Your sister's so safe って言われたらちょっと近づけたくないですね。いやいや、なんかそうね、なんかしたたかなね、なんか狙ってるかもしれないようなね、空気をちょっと感じ合うかもしれないよね。人を選ばなきゃいけないかもしれないです ね、まあ、でもそういう意味があるんですよ。なので Cool とか Sweet っていう意味をいろいろね、好意を持ってるっていう表現になるんですけれども、うん、だから僕が、まあ、ジェニーを知らない人に対して説明するんだったら、はい、Jenny, she's amazing, she's sweet, she's charming, she's full of energy, but you know, she's such a safe girl. って、うん、she's such, うんじゃないよ。うんじゃないよ。褒めすぎだろ。いや、なんかもう、うん、全部受け入れようスタイルでいこうかなって。もう今ね、すごく褒めてくれて、うん、もうなんかもう、いい子で、みたいな、もう、超やつね、みたいな。うん、全然今、何言ってたのか、布団でちょっと私今、この一瞬で。今、言おうとして。信じてない。全く信じてない。あ、やっぱ信じてなかったのか。信じなかったんだよね。でもすごい褒めてくれたうん、あとイギリス人は大体褒めてる時にはもう裏の意味を持ったりとかする皮肉野郎がいっぱいいますから気をつけてください、ね、あ、じゃあもうダメじゃん、うちもダメじゃん。いや大丈夫ですよ、ここは一応あの本当に持ってることを今言っただけですから。 She's such a safe girl、 マジイケてる人だからって言ったらね、イギリス人はわお、そんなセーフの使い方よく分かってんなってことになると思います、no. OK, so that's safe ね。 OK, that's safe. もう一つが sound、 うん、sound、 まあ音ですよね。そう、まず発音はこの sound、 ちょっとなんか丸くなんか that's sound、 丸し sound、 ちょっとしつこいよね、うん、sound、 そうそう、なんか鼻にかける、喉と鼻にかける感じですよね。そう、喉と鼻にかける感じ、 yeah, that's sound、 うん、そうだね、それが発音の仕方で、うん、でこれもさっきの safe と同じように、はい、いいねとか最高だよねとか fantastic, fabulous と同じような風に使うことができます、はい、うん、まあ、例えばね、うん、あの友達と一緒に電車に乗ります。ちょうど前のあたりに、はい、まあ、なんかちょっと、2人ぐらい座ることができるようなスペースがあることね、その席を発見したら、うん、はい、Alright, there are two empty seats right over there.
Shall we take them? で僕が、まあ、じゃあジェニーに聞くとするじゃん。はい。うん、そしたら Yes, and that sound. Sure, that sound. Sound, let's go. とか、うん、いいねって。あ、なんかもう意味わかんない。すごい混乱する。だよね。え、だってそうだよね。席が空いてるよ。発見って。いいね。そうしようって。もう一つじゃあき、あのジェニーに言うね。ジェニー仕事終わり。Yo,、okay. Jenny, I'm on my car. Yeah, do you need to ride back home? Yeah, okay. Sound that would be great. みたいなことですよね。そう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 。So yeah, 深く考えなくていいよ。いやもうなんかそうそうもう頭の脳内変換がついていかない。面白い。そうそうそう。シナリオ的に俺がジェニーの仕事現場終わってそこに俺ピックアップして家まで送るみたいなさ、そんなボディーガード的なことはやんないと思うけど。だけど例えば俺が友達だったりとか、うんうん、もしくは大切な人、もしくは家族だったら、Yo, Jen, you need to ride back home. って聞いたら、それに対して、Sound, that would be great. Yeah, そういうこと、そういうこと。そういうこと、助かるよ、嬉しいよってことですね。そうなんですよ。うん。だからもちろん、Great, thank you, that would be amazing. もう一個しないけど、Sound はもうな、本当友達中の友達とか。なんか、そうっていうイメージがありますね。そう。そうだねって。なんか同意みたいなイメージも若干あります。同意。同意。ああ、なるほどね。そっかそっか。うん、そうだねとか、うんうん、だよねって、おマジで、でもマジでにもなるかもしんないし、そうそうそう、なんか本当ロンドンの、まあ、イギリスの、うん、若者、まあ、今これ、ね、流行り始めたのが20年前ぐらいなのよ、サウンっていうのが。そう、俺がまだ10代の時だったんだけど、はい、そっからだから今の30代40代も全然使える言葉である。だからいきなりね、あの、Yeah, that would be sound って、まあ、外国人と話してる時に聞いたら、別にその音のこと話してるんじゃなく、あなたに対して同意を示している、もしくは単純に、あ、ね、それいけてるねって言ってることを分かってほしい。これ safe and sound、 OK? safe and sound、 OK, got it、 alright、 さあそれでは続いていきましょう。来ました、 Today's Fancy English Point Part 2。Now, I went for a lunch with the new assistant yesterday. He is sound. 新しいアシスタントと一緒にランチをしたんだけど、彼はすごくいいやつだよって。だからさっきね、ジェニーのことを safe. She's such a safe girl って言ったけど、She's proper sound とか She's such a sound girl。 どっちもね、使えちゃうんで。だからイケてる形容詞として覚えておいてください。いや本当不思議な、He is sound、 彼は音だよ、うん、そう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 、どういうことって思うかもしれないけど、うん、言ってみなよ。そのジェニーもインターナショナル系の友達いるでしょ。いますね。そうだからもう何でもいいし、誰かのこと話してる時でもいいし、聞かれた時に、いや That's so sound って言ったらどんなリアクションするのか。私 fancy her って使ったことがあって、うん、すごい、いやあんた何言ってんのっていうこと言われました。マジで。その子は全然ブリティッシュ系じゃん、フィリピン系だったんで、ああ。What? Jenny, what's wrong? You, what, you're fancying her? What, you made a coordinate for her? You coordinate whatever for her? Like, 彼女のためにコーディネートなんかしたのって言われて、そうね、いやそういうことじゃないんだよね。ファンシーって日本語で言うファンシーっていうかさ、ちょっとなんかメルヘンじゃないけど、その服的なね、イメージにありますからね。イメージもあるもんね。面白いですね。国によっても違いますからね。全然違う。Alright, Jenny. じゃあ実際ね、ちょっとね、このファンタシーじゃなくて、サウンドとセーフを使ってやってみましょうかね。あのシナリオとしては、どうしようかな。まあ新しい YouTube のエピソードをね、やっと終えた、編集とか全部フィニッシュすることできたジェニーがいて、はい、でもその中身としては、憧れの YouTuber と共演したと。OK, じゃあ行きますか。OK, let's go then.Yo, what's up, Jenny? Yo, what's up, Harry? How's it going? Yeah, everything's great. What about you? Yeah, everything's groovy, man. You know, so Jenny, you were saying that you were nervous about your YouTube, right? Mm-hmm, yeah. How'd it go then? Safe and sound? Yeah, the YouTuber I collabed with was so, so nice. He was so kind and he could talk. He was a really good speaker. And then...his face was like a smile and everything. Dang, he was such a sound guy. Wow, so you proper fancy him then, eh? Maybe. いろんな言葉がね、ガツガツ今入ってきましたけどもね。そうですね。想像以上にジェニーがその YouTuber にメロメロだったっていうことをこれで分かりましたよね。うん、でもね、サウンドってね、うまく使えてたよね。あ、よかった。うん。
そうよね。最初にまず Yo, what's up ってね。そう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 。ピストバンプっていうのね。そうそうそう。元気してんのって、その後あの You said you were nervous about your YouTube ってなんか YouTube に関して結構緊張してるってあの言ってたけれども、どうだった？How did it go ね、うまくいったって Safe and sound っていうのはうまくいきましたかって、で私はそれに対して、いやめちゃめちゃうまくいってって、今日は YouTuber さんも本当に優しくて、話も上手で、もう顔もかっこよくて、本当に彼はかっこよかった。 He was so sound。 そう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 。でそれに私は So ってつけたんですけど、So はもう強調の言葉ですね。 He was so 超って意味ですね。そう、さっき Proper とかいろんな言葉もあったと思うけど、簡単に使えるんだったら So sound、yeah. 超よかったよとか、ね、So sound Such a sound guy とか、やっぱ強調させればさせるほど相手に伝わるんで、そういうところもね、マスターしていただきたいと思います。UK vs. US Fancy and English Battle Lesson 12、まあ、今回は Safe そして Sound、 この2つの単語をテーマに British Slang レッスンすることができました。どうジェニー、この Safe and Sound マスターできたと思う？いや、だちょっと慣れるのには時間がかかるけれども、でも使い方は本当に単純で置き換えるだけなんで、皆様もぜひ簡単に考えて置き換えて使ってみてください。 Exactly, fantastic, excellent work Jenny。 それでは次回のレッスンまで You guys take care, have a safe and sound dayスピナーから配信中 UK vs US Fancy in English Battle、 いかがでしたでしょうか。さあ今後も続々配信していきますので、毎週 Don't miss it for sure Please